今日はみんな何の宮とお疲れ様です。宮地です。博多駅は早速イルミネーションの準備がされていました。楽しみだな。まあそんな楽しみも一つだけど、もっと楽しみなことがあります。はい、今日はみんな気になってるあのお店に行きます。はい、このヨカタイさんだったりトーティラフラットさん、私が以前撮影したお店をすぐ向かい側に行って、はい、もうわかると思いますが、ここギャラリー博多地下1階鳥貴族さんオープンしました。平日なのにオープン直後の5時にはもう10組ぐらい並んでました。まさかの乾杯の動画撮れてなかったのでちょっと飲んじゃってます。すいません。じゃあ気を取り直して乾杯。お疲れ様。家で飲む缶の金麦田、また違った美味しさで、これまた最高。トップバッターは人気商品かつ私の大好きな山芋鉄板。早速すぎるけど卵の飯テロタイムと思いきや、うずらちゃんが私のことを嫌いみたいで、あ、潰せました。はい、ビジュアル最高。じゃあいただきます。お、すでに湯気がほかほかで美味しそうです。うん、だしの優しい甘さが最高。味も濃すぎずほっとする味で、一人飲みだとね、量が多かったり意外と高かったりで案外頼みにくい山芋鉄板やけん、この均一価格は個人的に嬉しい。次は鳥貴の名作桃タレ。思ったより1本がでかくてかなりお得感があります。桃が大きい分プリプリで、タレも少し甘めやけん九州人も大好きな味付けです。私焼かれたネギ好きやけん、間にネギが挟まっとるの結構嬉しい派です。これはビールがいくらでも進むけん。期間限定だったから名古屋コーチンも頼みました。これは塩味にした。九州は九州内の鶏を出してるお店を行けん、名古屋とか遠方の鶏肉があるのはチェーン店の醍醐味ですよね。いただきます。うん、ブランド鶏の上品な脂がじわっと口いっぱいに広がって、これは塩味で上品に食べるのが正解でした。そしてこの脂身をビールで流す、最高すぎる。どんどん行くばい。数量限定で気になっとった力こぶ、これね、食べる前からジューシーなのが伝わるよね。うん、これ私的に一番好きでした。脂身もじわっとしとるし、やっぱ大きいけんね、ジューシーでかなりいいとこ取りで、これはビール泥棒。多分他県の視聴者さんは、え、わざわざ取り木って思う方いるかもしれないんですけど、実は10月上旬に九州初上陸で福岡にオープンして、新しいもの好きの福岡人にとってオープン前から行列ができるぐらい話題になってます。現時点で11月末まで予約埋まってるらしい件、予約できなかった人で行列が絶えなくなっております。この日病院に行った後で血を抜かれた後やけん、ちょっと体が疲れてるみたいなので可愛いやついきます。でもこの梨チューハイ美味しそうじゃない？ちょっと秋っぽくてこれにしてみました。とはいえやっぱり金麦は美味しく最後まで飲み干さないとね。わあ、いい運動になりました。金麦、ごちそうさま。2杯目は糖分摂取要因の梨チューハイ。
ちょいと混ぜて2杯目乾杯。思った以上に梨の果肉も入っとってかなり優しい甘さで美味しかったです。期間限定かな、ぜひ飲んでほしい。味変が柚子胡椒なのは個人的に結構嬉しいポイントでした。ん？待ってよ、柚子胡椒ってこれもしかしたら九州限定なのかな。他の地域の方よかったら教えてもらえたら嬉しいです。釜飯もいい感じに出来上がりました。あー美味しそう。かなりごぼうがいっぱい入ってて見えにくいけど鶏肉もゴロッと入ってます。冷静に考えたら一人でこれを食べるってかなり胃袋やばいよね。まあそんなことお構いなしに食べたいと思います。じゃあいただきます。うん、鶏から出る甘さと甘め醤油のバランスがマッチしとって締めでもペロリといけちゃう優しい味付けでした。サーモン梨サワーで美味しいんやけど、やっぱさ、しょっぱいものが続くとどうしてもハイボールが飲みたくなるという私の差がです。なのでハイボールも頼んじゃいます。じゃあハイボールも乾杯。梨サワーは締めのドリンクとして飲みたいと思います。うん、ハイボールやっぱり落ち着く。なんと釜飯にはおこげちゃんも登場。これ贅沢すぎん。福岡では最近できた鳥貴族やけど他県の人からしたら多分馴染みのあるお店やと思うけん、ぜひあのおすすめのメニューとかあったら教えてもらえたら嬉しいです。また個人的にちょっと並ぶのはめんどくさがりな私にはあれやけん、また時期を空いていきたいと思うのでその時に食べたいと思います。ハイボール飲み終わりと思いきや若干まだ残っていますね。はい、これは飲み干さなきゃもったいないでしょう。はい、ハイボールも最後まで美味しく、ごちそうさま。釜飯の最後の美味しいとこまでしっかりいただきます。鳥貴族さんはテイクアウトメニューもあって並ぶの面倒な方だったり家族連れで外飲みがしづらいなって方は人気商品も一通りあるけんテイクアウトメニューも選択肢の一つだなと思います。九州って割と焼き鳥激戦区やん。その中であえて進出したってなんかニュースかなんかで言ってたのが分かるぐらいチェーン店と侮れないくらいかなり美味しかったです。私的に力こぶは早めに入店して食べてもらいたいなと思います。またタイミング見て鳥貴一人飲みしたいと思います。じゃあ最後梨サワーを飲み干します。はい、梨サワーごちそうさま。今日も会員完食ごちそうさまでした。ずっと気になっとった鳥貴九州初上陸で初めて行けて最高やった。できれば早く行列が落ち着いてほしい。まあしょうがないよね。じゃあご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。バイバーイ。